ビーをご覧の皆様、こんにちは。パチスロライターのあやねです。さあ今回も始まりましたスロットスタイル、今回お邪魔したホールさん、東京都墨田区押上にございます。マロホさん、もうおなじみですね。また今回もお邪魔しちゃいました。さあ皆様、もうスロットスタイルの方おなじみかと思いますが、改めてルールの方おさらいです。60分、そして500枚、ね、この限られたお時間、そして限られた枚数、この中でですね、皆様にスロットの楽しさ、面白さ、そして熱さ、こちらをね、まあ、ご提供というかご提案という形でしていこうかなと。今回ね、私何を問うかと考えておりますけれども、12月になりまして新たに3機種導入されております。気泡電、そしてバイオハザード、そして寝台スロットガロ、この寝台3機種、まあ、そのどれかを打てればいいかなと思っております。特にね、気泡電の方は台数も多いので、まあ、空いてる台でこの台はいいんじゃないかなっていう履歴があれば、そちらの方を攻めていこうかなと思っております。頑張りますよ。それでは原曲いってみましょう。スロットスタイル、頑張るぞ。さあそれでは早速店内の方行ってみましょう。やってまいりました ART 機、こちらね、寝台で入ったばっかり、パスローバイオハザード、あ、現在満台ですね。そしてその並び、こちらも寝台スロットガロ、こちらも満台、さすがだな、やっぱり空き台はないか。でですよ、さあ今月12月の初めに導入となりました大量導入ですね、その氷電、結構ね両方の島でね台数多めに入ってます。いやー可動いいな。さてさて、そしてこちらも絶好調稼働中、パスロー花のケージ、こちらも満台絶好調。コイン積んでる方もいるな。ここまでパチンココーナー、パスローコーナー見てまいりましたが、本日の実践台どうしましょうかね。もうちょっとね台の方をチェックして考えたいと思います。イエイ。というわけでですね、店内の方をちょっとチェックをさせていただきましたが、最新台、気泡電、そして、バイオ、スロットガロ、そしてまだまだ新台絶好調稼働中の花のケージ、この4機種がですねフル稼働、絶好調稼働中ということで、1台も実践できる空き台がございませんでした。ですのでね、こんな時はやっぱこれですよ、私の愛するオス番長2、こちらの方で実践をしていきたいと思います。ですね、ボーナス8回当たってます。そして、まあ、以前にも私撮影でも言いましたけれども、超番長本日1回引いていると。で今481ゲーム、まあとりあえず今どこのモードにいるか分かんないですけど、600のゾーンを目標に打っていこうかなと思っております。それではここから60分頑張りますよ。よし、ではいざいざ頑張ります。お願いします。お、4回目、あるよこれ、あるよ。あー次回予告です。あー、あるよこれ。最後、あーなんか弱いな、3ゲームとも。ほらあった、楽勝、よかった、一個一個ね、やっぱり私の番長、はい、弱チェです。あるよあるよ、さ黒いの以外でいくよ。
し、よしよしよし、はい、557ゲーム赤ビービー。いやー、これ3セットないときつい。そのままそのまま、お願い、ぐるっとね、きついな、枚数取れなかったしな、赤以外。動いてないもんね、残念。まあ皆さんご存知だと思いますけど、ミサオビッグで消化するときはミサオの左足ですね、最終画面あそこ赤以外だと天国の可能性出てきます。これが一番覚える上では簡単かなと思うので、ぜひミサオビッグで消化するときはね、赤以外を願うと。でもね、全然赤以外だってね、ほらね赤以外だってほらねっていうあれじゃない、7揃いがあったということなんですけれどもよかったよかった。はい、7揃いやりました。1ゲーム ART、 さあここからどれだけ乗せられるかね、投資3本でね得たチャンスですから、いくぞー、頑張って。おち、なんだ、はい、よしよし、とりあえず乗りかって、これがねボーナス当たってくれると嬉しいんだけどね、20でしょうね、50、50、50、よしよし、お、いいぞいいぞ、えい、よしよし、チャンス目チャンス目、てい、お願い、残念、もうワンセット欲しいんだけどな、あー残念、ないか、よし残念。なんかね、上段ボタンの打ち良かったですしね、まあ ART 一回引いて戻しはなかったんですけど、手応えはありましたね。ただまあ今回の番組の企画60分ね、これしかないので、さあこの持ちコインを持ってまた打てる台に移動しましょう。あともうね30分もないんですよ。ちょっと他の台見てみます。はい、ということで、移動してまいりました2台目、やっぱりオス番長2、ですね、この台大当たりボーナス13回引いて、やはり長番引いてますね1回で、ただいま99ゲームで空き台となっていました。まあ、ご存知の通り200のゾーンをまずは目指して打っていきたいと思います。では2台目いきましょう、お願いしますと。よいしょ、はい、トップと、次回予告なし、ストーリーねー、お、4回戦いっかな、うん、逆に熱い、えい、お願い、じゃないとね、はい、楽勝、危ない、セーフ、当たった、よし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 、
さあとはいえ時間がない、急がなきゃ。あー残念、しょうがないね。これは269ゲームレギュラーでした。残念。いやまずいまずい、一応全長今来てるけどあと1分だって。ここで1分とか無理じゃね、これ消化無理じゃね。終了はということでですね、今回のスロットスタイル実践結果の方、投資が350枚、回収というか使い切れなかったコインですね、タイムアップということでね、それが38枚という結果になりました。うん、そうですね、500枚使い切らなかった実践って久しぶり的なそれで私こんなドヤ顔してるとかそういうわけではないんですが、でもですね、系統紙でですね、まあゾーン狙いのをしつつ、まあその間に偶発的に当たった弱チェから赤 BB ですね、でそこからまあうまいこと7ぞろいをゲットし ART に入れと、でまあチャンス目2回引いて上乗せしましたけれども、ボーナスにはつながらずといったところで、あそこがねまたボーナスつながって、でさらに絶頂いっちゃったりとかしてね、もうそしたらもうちょっと60分じゃ足りない足りないっていう感じの展開になったのかなと思いますけれども、とりあえずはボーナス引いて ART に入れてと、そこまでは良かったので、今回私的な中で点数をつけるとするならば9大点とごめんさせて、それで9大点させてください。まあですね、本日はまあ私よく打ち込んでおりまして大好きなオス番長2打ちましたけれども、12月になりまして新機種メジャー3大機種と言われている機種が入っております。今回実戦でねそちらの方を打てなかったのがちょっと残念ではありますけれども、現在こちらの番組の方を見てる皆様にはね、ホールさんの方でぜひぜひその3機種楽しんでいただきたいかなと思います。それぞれにね ART の性能いい面もあれば悪い面もありますけれども、必ず皆様のお気に入りの1台見つかるんじゃないかなと思っております。もうなんならねプライベートで稼働している私と一緒にマルホンさん来て打っていただいても全然 OK です。オケちゃんもねなんか手を挙げてるけど来なさい来なさい、非常に楽しい一日をお過ごしいただけるんじゃないかなと思っております。それでは今回のスロットスタイル実践の方をこれにて終了とさせていただきます。また次回お楽しみください。バイバーイ。